今日は9月27日昨日台風20号が通過いたしました。そして、今日は一転して北風が、吹きまして、どんどん一挙に下がりました。10度以上下がりまして、最低が21度、最高でも25度というですね、天気がありましたが、今ちょうど5時前ですね。夕方の5時前です。朝方はあそこに強い富士山が見えたんですが、今は温度が上がったんで見えませんね。相変わらずこの前に、日本最古の国の手の花火である和外島の前に下すぐのが山積となっています。これは子供たちが遊んだ時だね。今日は北風がすっかり止んで、午前中はサーファーがいっぱい出てきたんですが、今はねサーファーも帰りたくですね。ああいいね、今日は。ああ、やばいやつかも。今日はいいですね。